モロンダバあるいはムルンダバは、マダガスカル中南西部、モザンビーク海峡に望む都市である。人口3万8千人。マダガスカル西部海岸、トリアリー北方をおよそ340キロメートルに位置する。トリアラ州に属し、メナベ地域圏の州都。製材や稲作が盛んであり、農産物の石出港がある。マダガスカル航空がモロンダバへと定期便を就航させている。 町の道路の舗装率は30%未満で路面状況も悪いため特に浮きには道路交通が非常に困難になる人や物資の輸送には海岸沿いに丸木船が現在でも多く使用されており特にムルンベとの間でよく使用されるモロンダバの近くにはバオバブの並木道として知られるバオバブ群生地がありモロンダバ観光の目玉となっているかつてこの地には 熱帯雨林が広がっていたが、人口増加に伴い多くが切り倒された。その最新行の対象となっていたバオバブは、切り倒されずに残ったため、このような光景が生まれた。モロンダバから北に 150km のところには、世界遺産である、ツインギレベマラ原生自然保護区が広がっており、また南には、世界最小のピグミーネズミキツネザルを、はじめ、ハッシュのキツネザルの生息地である。 キリンディーミテア国立公園があり、モロンダ場は、いわば観光の中継点となっている。ただし、路面状況は概ね悪く、到達には、時間がかかる。ありがとうございます。